陣内智則です。さあ、今回のネタは忘れ物センターということで、これはね、多かったんですよ。やってくださいっていう皆さんのコメントが。まあ、どんなネタかと言いますと、当時なんでガラケーにストラップっていうのがね、もう今の10代の子は分からんかもしれないですけど、昔は携帯出てきた時にはあのガラケーにストラップをつけるっていうのが流行った時代で、でその忘れ物センターでかかってくる携帯に僕が電話に出て、いろんな物語が起きるっていうので、これ知ってるね、陣内智則ファンはすごくこのネタ好きだっていう人多かったんで、ただね、やっぱ YouTube には著作があったんで、当時やっぱ音楽をね、結構流行ってる曲を着メロみたいに使ってたんで、それが無理やったんですけども、新たに曲を、まあ、今風にアレンジして著作に引っかからないような感じに変えてみたりとかしたんですけど、一個だけ皆さんに分かってもらいたいのは、今スマホやないかと。ね、時代がね、ちょうどガラケーが出てきてストラップとかが流行って着メロとか着歌、そうです、ね、とかの時代のことを今やってるんで、だから今回のこう見方は、まあ、2005年ぐらいにタイムスリップしたと思って見ていただけたらいいと思います。で、まあここでまた一つじゃあクイズを、今回はね、まあ、ある人気芸人が声で出演してくれてます。まあ、今やったらまあちょっと頼みづらいね。ね、あの時は多分ちょっとおお、ちょっと撮ってくれっつって、おお、ちょっとこれ言うてくれって撮ってもらってますけど、すごく人気芸人さんが声で出演してますんで、まあ、それが誰なのかも皆さんコメントで書いてくれたと思います。ということで、忘れ物センターです。どうぞ。ここですか、忘れ物センター。はい、探します。俺の携帯、ああ、あった！よかった、見つかった。ああ、携帯なかったら不便やもんな。よかった、誰か届けてくれたんや。ああ、見つかってよかった。いや、ただ結構みんな忘れてるな。まあ、忘れやすいもんな、携帯って。でもいろんな携帯あるな。ああ、これ女子高生かな。可愛いピンクのストラップつけて。女子高生なんか携帯なくしたら不便やろな。うわ、かわいそうに、早く見つかったらええけどな。ああ、たまにおんねん、これデコレーション携帯上手にしてるな。デコ系っていうやつ、デコレーション、こんな絶対この子携帯絶対使うやんか。かわいそうに、早く見つかったらええけどな。あ、これ楽々本、おじいちゃんかおばあちゃんかな。うわ、困ってはるやろな。ね、早く見つかったらええけどね。いや、たまにおんねんこんなやつ。絶対アホのおんねん、これガッチャガチャガチャガチャつけて喋りづらいやろ、これガサ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 言うて。もう絶対携帯命やん、この子かわいそうに。花見離さず持ってるやつやんか、これ。うわ、この子も困ってるやな、この女。うわー、すっげえな、これ。もういろんなストラップあんねんな、この毛。なにこれ。怖っ。いや、こっちメインやろ、これ、携帯どころか。いや、こんなストラップあんの、重た。めっちゃ重たい。よう忘れたな、こいつ。なんや、これ。いや、オラウータに携帯ついてるだけやん、これも。こっちメインや、怖っ。あー、でも携帯見つかってよかったな。もう帰ろうかな。え、あ、鳴ってる。あれ、事務所の、すいません、係の人、電話鳴ってますけど。いや、困って電話してきてんのかな。もう俺気持ちわかるから、ちょっと出たろか。困ってあるもんな、みんな。もしもし、僕携帯忘れたんですけど、はい、そちらに届いてないですかね。あ、いっぱいあるから多分届いてると思いますよ。どんな携帯ですか。カメラ付き携帯なんですけど。いや、カメラ付き携帯はでもね、今ほとんどカメラ付き携帯なんですよね。いや、僕のはちゃんとしたカメラ付き携帯なんですよ。いや、ちゃんとしたカメラありましたわ。一眼レフついてるやつですね。あ、取りに来た方がいいですよ、恥ずかしいから。いや、ちゃんとしたカメラ付き携帯やったな。なんでや、こいつ。いや、こっちにもうカメラあんのにな。あー、こ絶対これやわ。いや、みんなでもよかった、見つかって。まあ、俺も見つかったからな。帰ろう、これで。え、うわ、鳴ってる。修二とアキラや、これ。うわ、ちょっと困ってるから出たろか、これ。誰や。あー、これが女子高生のやつやんか。あ、この子かわいそうか、出たろ。もしもし。もしもし、エリリン、今日超美味しいケーキ屋さん見つけてよ。あー、すいません、僕エリリンじゃないんですよ。嘘、エリリンの声じゃん。どんな声してんねん、エリリン。ガサガサやな、エリリンの声。そうなんや。わ、怖い。なんか切っとこう。
思ったのちゃうな、エリリン。こんなガサガサないの、声。あ、待ってる。あー、これや、アホの女や。あー、困って、早速電話してきたな。出だろうか。もしもし。あれ、どちら様でしょうか。あー、すいません、僕携帯の持ち主じゃないんですよ。あ、部長じゃないんですか。いや、部長の会、これどこの会社や、ここすぐ潰れるぞ、こんな会社。いや、部長や、部長忘れてるんで、伝えておいてください。いや、どんな部長やねん、これ。嫌やわ、こんな部長の部下。いや、見かけによらんもんやな、これ。わからんもんやったな。ん、え、マリオや。マリオの着メロ、珍しい。マリオ、あ、これや、マリオの着メロの人。出たろ。もしもし、ま、聞こえる、ま、あれ、もしもし、電波、電波が切れて、ま、もしもし、もうすぐ地下に入って、いや、地下入った、地下入ってる、わかりやす、地下入った音してる。なんでや、これどういうシステムやねん。いや、怖、きっとこ地下入ってはった。あれ、で、あ、楽楽本や。あ、おじいさんかおばあさんが困って電話してきたんかな。出たろ。もしもし。あ、俺、おじいちゃん、俺な、今度は事故ってもうてん、またお金振り込んでくれへんかな。え、こいつ、俺詐欺してんちゃうんか。お年寄りにつけ込んで、おい、お前、俺詐欺してるんちゃうんか今。あ、切られた。腹立つわ。うわ、かわいそう、このおじいちゃんかおばあちゃんか知らんけど、何回、うわ、またかかってきた。これはちょっと警察通報したろかな。もしもし。俺やんか、俺やんか、俺やんか。いや、外国人が俺詐欺してるやん。絶対無理やろ、外国人やったら。俺やんか、俺詐欺やんか。いや、もう言うてもてるやん、こいつ。おじいちゃん、孫やんか、孫の俺やんか。いや、絶対ちゃうやん。 MAGO、 孫やんか。言うか、孫が、お前 MAGO、 孫やんか、言うわけないやろ。事故を起こしましていまして、むちゃくちゃやん。2万ペソを振り込んでください。何人やねん。無理やでよ、お前。思い切ったな、外国人が日本人のおじいちゃんかおばあちゃんに俺より詐欺でお金もらおうって、こう無理やて。かわいそうに。でも大丈夫かな、このおじいちゃんとおばあちゃん。引っかからんといてよ。ん、はい、どうかな。もしもし。ご先祖様を大切にしてますか。今ならお仏壇が大変お安くなっております。いや、何これ、仏壇の押し売りの電話やんか。この機会にぜひともお求めになってみては。いや、関係ないけど鬱陶しいな、この電話。何これ、怖い着信音、これ。あ、これかな。なあ、今どんなパンツ履いてんの。変態から電話がってきた。何色のパンツ履いてんの。うわ、気持ち悪い、こいつ。この機会にぜひお仏壇をお買い求めください。いや、なんか押し入りの電話と変態からの電話、なんか気持ち悪い。せや、どうしてだろう。なあ、何色な。はい、光沢のある黒でございます。いや、話合っとるな。黒な。え、どんな形してんの。前は観音開きになっております。いや、うまいこと噛み合ってるやんか。観音開き、興奮する。ねえ、受話器に近づけて音聞かしてよ。かしこまりました。何してんねん、お前ら。何やこの会話。いや、うまいことスムーズに会話してたな。いや、ウィンウィンやわ、これで。よかったわ。何やこれは。あれな、あ、これや、デコレーション携帯の子じゃない。もう困ってるから出たろか。もしもし。もしもし、それ私の携帯だよね。あー、すいません。あんた誰。はい、あ、違うんです、あの忘れ物センターにあったんでね、ちょっと困ってるかなと思って電話に出ちゃったんですけど。マジ、ちょうどよかった。はい、今日彼氏とデートの約束なんだけど、はい、もうすぐ彼氏から電話があると思うんだ。はあはあ、そしたらお気にのワンピがないから今日は行けないって伝えといて。よろしく、じゃあね。すいません、それ僕が。もしもーし。うわ、最悪や、こいつ。なんやねん。いや、なんでこんな伝言せなあかんの、俺。お気にのワンピがないから今日は行けない。なんやこの女、最悪やな。行けよ、お前デートやったら。うわ、鬱陶しい。いらん伝言を伝えなあかんねや、俺。え、筋肉マンや。珍しい、筋肉マンの着メロ。
死ね。なんやこれ。死ね言われてるやんか。なんやこれ。地獄に落ちる。めちゃめちゃ嫌われてんなお前。めちゃめちゃ嫌われてるやん。死ね言われて、ハゲ言われて、外国人に地獄に落ちろ言われてるやん。何したんやお前。こんな嫌われることないで。いやそりゃ嫌われるか、こんなストラップつけてるやつ。めちゃめちゃ文句の電話かかってきてるやんか。まあ、なんあ、さっきのや伝言伝えなあかんのか。めんどくさいなこれ。なんか言ってたな、大きいのワンピがないから今日はいけない。もういいか。もしもし。もしもし。はい。誰だお前。あ、すいません、あの僕ね、あのちょっと携帯を買ってね。みゆきの何なんだよ。いや違うんですよ、あのね、本当は一緒にいるんだろう。いやちょっとすいません、話聞いてください。誰の女に手出してんの。あの携帯をねちょっと困ってはるかなと思って。殺すぞこの野郎。いや違うんですよ、あのお前落とし物つけてやるよ。彼女さんのね、なんとしなこいつ。もやもう要件だけ言って切ったろ。てめえ渋谷にいるから今すぐ出てこい。大きいのワンピがないから今日はいけない。なんか勘違いされたかな。なんか俺がなんか大きいのワンピがないから今日はいけないみたいになってないか。まあええか、もう別に伝えたし。まあええわ、もう帰ろ。んどれよ。あ、俺よ。何よ。もしもし。あ、もしもし、陣内。お、どないしたんや。お前のお母さんいきなり倒れてな、病院に運ばれたらしいぞ。え、おかん倒れて病院に運ばれた。ああ、分かった。ああ、どうしよう。おかん倒れて病院に運ばれた。大丈夫かな。ちょっと、あ、ちょっと親父出ましょう。親父ちょっと出てくれ。ちょっと待って、大丈夫かな、おかん。おやじ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。